みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はバゼルギウスマルチ2分周回の方法をご紹介します。よくある周回方法と大きく違う点がいくつかあります。まずは装備ですが、ミスロが4つ空いているレベルの簡単な装備構成、さらに食事、バフ、鉄柱芯による強化など全てなしです。もちろん全員です。初心者や装備がない方でもできる構成と手順になっています。また動画の後半ではペアとトリオでも同じことが可能なので載せておきます。ぜひ参考にしてみてください。装備構成も後半で紹介します。クエストが始まったらバゼルギウスの位置を確認し、サブキャンプに移動します。タイムアタックではないので落ち着いて場所を確認しましょう。メインキャンプに近い可能性は寒冷群島か水没林くらいです。やることは非常に簡単で、メインの方以外は残裂弾のみです。そしてメインの方もかなり簡単で閃光玉だけです。バゼルギウスは閃光玉の効果が長く、それだけでかなり高速できます。まずは開幕で閃光玉の1回目、残裂弾を打つ場所は頭か尻尾がおすすめ。近い方を選びましょう。後方にいると方向が当たりにくいので頭側に回り込む必要はありません。ひたすら残裂弾を打っていきましょう。2回目の昼間ぐらいで怒り状態に移行します。その後頭を上げる動きをしたら閃光の効果が切れます。この動きを確認したら2回目の閃光を投げます。ダウンしている場合は投げずに残裂弾を打ち続けましょう。バフなどのアイテムの使用もなくても高速周回できるので、攻撃戦で残裂の実と光虫だけで大丈夫です。クエストの受注者がアイテムを使用するようにしておくのがいいかもしれません。2回目の閃光が切れるので3回目を投げます。次に捕獲の準備に入ります。3回目の閃光後、最初のダウンが発生したら罠を設置し、捕獲用麻酔玉を2発当てます。基本的に落とし穴がおすすめですが、モンスターのアイコンに瀕死マークがついていたらしびれ罠の方が早いです。落とし穴中に捕獲できなかった場合はしびれ罠を使用します。閃光後のダウンの速さ次第ですが、大体が落とし穴で終わります。また今回の装備では弱毒、バフ、食事なしなので、ある程度の装備の場合ほとんどが落とし穴で終わります。今回は1分57秒でクリア、配信では1分40秒台も確認できています。また1人死亡しても2分前後で周回できます。配信では3分を超えたということは一度もありませんでした。キャンプの位置が分からず迷子の方が多くても同じようなタイムです。先ほどの動画の装備構成はこんな感じで、弾丸節約3、装填速度3、反動軽減3、速射強化3、装填拡張2、ひるみ軽減1が必須です。足はバフアイテムや食事で代用できるので何でもいいです。一応おすすめの装備構成を紹介します。武器は陣容画のライトボウガン、百竜スキルは攻撃で、パーツはロングバレルです。頭と胴はバイク、鎧次第は攻撃戦の草か魚のおまけ、カジキマグロは上位溶岩洞の3番、水星獣のジョーカーはルドロス、集会場星5、水没林の迷惑集団、上質なヒレはデルクスで、砂原の9と10、閃光玉を持っていくのがおすすめです。グラシスメタルは寒冷群島の白色の鉱脈、腕はジュラトロス、腰はアンジャナフ、足はラージャンです。小先と装飾品はこんな感じです。攻撃系で重要なスキルは弾丸節約、速射強化、装填拡張です。持っている5席に合わせ、超過陣を外して調整してみてください。先ほど説明した通り、装備が作れなくても、バフアイテムでなんとかなります。以上が残裂弾装備の紹介でした。ここからは配信の切り抜きになりますが、2人の場合と3人の場合の周回を載せておきます。目の前か。こんばんは、闘技再開の解説動画助かりました。皆さんこんばんは。はい、見ていただきありがとうございます。ルリクマもいけるのか。そうか、
結構野良でもこれに近いことやってる人多い気がする。時間帯によるけど。頼りになるね。まあそらいるでしょう。一番休憩抜けします。ありがとうございました。ルリクマに先行ってどうなんでしょう。んー、どうだろう。検証しないと分かんないな。まあモンハンは一応相互的な意思疎通が前提のゲームでありますしね。お疲れ様でした。結論、野良でもできる。頭の変形したバゼルが里に運ばれてきます。そろそろルリクマお腹いっぱい。でも一人が先行なければね、まあ、武器が揃わないけど。補充しちゃった。3回目ダウンしたら罠いきます。罠いきます。これで捕獲できなかったらシビレいきます。とりあえず塗り85個増えたし、しばらくはいいかな。今の巻きでいらなかった。ちょっと遅れさせた方がいいかもしれない。ダウン起き上がったぐらいで罠の方がいいかもしれない。2分8秒で。ラーメン食べたいな。右上。麺食べたいな、麺。松屋。自分今日二郎系、昨日下品食べた。パスタだべよ、わら。立ちゲームプロさん欲しいです。そんなのあるの？噛みすぎない？麺最高。小型邪魔だな。今の5席ステディでゴミになる？いいね。アントゴミにはならないでしょ。一番解体します。あ、まさき食われてます。ないぎく。アントまさぎくかわいい。ぎくなんかクマが降りてきた。9番入ります。クマ、タワシラっぽいから選んだ。ああ、なるほど。マサギ君。じゃあ先行確認してから行く。ダウンしたら罠置きます。罠、ダウン早くて。早っ。うん、いいね。2分10秒ペアでこのタイムいいでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこちらの動画もご覧ください。